こっちでもないか、こっちか。はい、そしたらね、とりあえず先に妹子の里、に来ちゃったので戻ろうと思います。はい、とりあえずね、これ京都方面ね、京都方面でもう一回これで戻っていけば多分いいと思うんでね。はい、来た道を戻ります。ちょっとだけ、まあでも良かったですね。もともとのその行こうと思ってた、何だったかな、琵琶湖大橋のなんとかっていうのはあれなんですよ、9時にならないとそのあれがお店が開かないから反抗せないって書いてたんでね、こっちはねちょっとまだ見てなかったんですよ。9時以降だったら基本的にどこも空いてそうだったんで全然チェックをしてなかったんですよね。はい、とりあえず、まあまあまだもうちょっとあるんでまた近づいたらね、撮ろうと思います。ではでは。はい、このマノっていうところでね出ていきます。ちょっと前に標識っていうかなんかありましたね。琵琶湖大橋マノルデオって書いてましたね。なんかすごい言い方だなと思いながら、はい、琵琶湖大橋の方に向いていきますよ。はい、とりあえず、ああやっぱバイク多いですね。久々にこう土日で、ツーリングというかバイクでうろつくっていう感じなんで、いつもはね平日にうろうろっていう感じになっちゃってるんで、ほとんど他のバイクの方と会わないっていう感じなんですけど、どこ行ってもね。逆にたまに会って手振ってくれる人は嬉しいってね、まあ、今も前方から2台来ましたけどね、だから本当にバイクとすれ違う感じがとてもなんか嬉しいですよね。はい、もうあとね本当にちょっと行ったとこなんで、あ、もう看板見えましたね。でも思ったよりもね、早く来てます。順調に途中渋滞がありましたからね、渋滞にかかったことを考えたらまだうまく予定通り来れてる方なのかなと思ってますけどね。ちょうどだから9時に道の駅に着くっていう予定そのもので来てますからね。タイヤの空気圧どうなのかな。あ、まあまあまあこんなもんですね。多少前後しますけどね、でも走ってたらねやっぱりタイヤの温度上がってきて空気圧高くなるんで、いつも30、今の時期だったら冷えてる時が34とか5とか数字が出てて、で一応走ってある程度あったかくなったら36、フロントリアともにね、っていう感じに大体なってますけど、まあこの空気圧っていうのもね、なんかどれが正しいのかね、
なんか本当にこう厳格に測れる、空気なんですか、あの計測器っていうか、それがちょっとね欲しいっていうか、あの一回それと自分のその空気圧測るやつを試してみたいですよね。どんだけ違うのかね。はい、もうちょっとですね。まあでもあのこの空気圧のやつね、ドラレコのやつ、これ目安になるからいいですよ。で上限下限をこう決めてね、なんていうか、どっちもね、それ以上とか以下に下がった時にあの警告がね、この普通の通常画面でも出てきて音が鳴るんでね、ビー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 。だからやっぱり、まあ、急にパンクしたとか、まあ、自然にね、やっぱりこう、日々乗ってる中で、抜けちゃうっていうのがあると思うんで、まあ、全然気づかないっていうことがないんでね、やっぱつけてると。なんで詰まってんのかな？そんなに、ちょっと。道路もこの舗装がね、ちょうど真ん中、まあこれ仕方ないんですけどね、真ん中のとこでちょっとタイヤ取られたりしますよね。もうちょっとやっぱ右とかなかったかな、右側だと思うんですけどね。あ、じゃあごめん、左側。はい、もうちょっとかな。なんか道の駅っていうのもなんか大きいとことちっちゃいとこの差が激しいですよね。なんかこう、あったあった、看板があった。これでも曲がるのかな？これどこ曲がるの？ああ向こうか。ここか、これか。なんか道の駅っていうよりもあのなんかちょっとこう田舎っていうかに行った体育館みたいな感じの雰囲気ですけど、よいしょ。とりあえずバイク置き場というのはないのかな。一応みんな向こうに止めてるような感じだけど、うん、バイク置き場っていうのはなさそうですね。だから車止めてるとこに止める感じかな。到着。よし、とりあえずじゃあハンコをもらいに行ってこようと思います。はい、琵琶湖大橋ね、とりあえず、スタンプ行こうと思います。もうすぐそこが琵琶湖ですね。とりあえず情報センター的なところにね、行きましょう。観光案内的なやつね。この辺りかな。
ったんだ。ありましたね。よいしょ。はい、OK です。はい。一応の店は全部開いてる感じですけどね。琵琶湖大橋が綺麗に見えますね。はい。まあとりあえずあんまり眺めてる時間もないんで、どん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 行こうと思います。ではでは。はい。今これですね、最初行ったのがここね、見えるかな？妹子の里ってやつね。これチェックイン。ね、で琵琶湖大橋ね、これが今いてるとこね、このチェックイン OK で、今日の目的地がですね、この辺りなんですよ、ね、この辺りだから、とりあえずここ2箇所ね、行こうと思います。藤木の里でいいかな、アド川ね、こことりあえず次行こうと思います。メニュー一応登録をもしてるんで、藤木の里だいぶ明るくて見にくいな、目的地、はい、ということでどん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 行こうと思います。9時半だから本当に全然思ってたより早く来れてるな。ここから次までがちょっと距離あるのかな、29キロ30キロくらいね、ありますんで、よいしょよいしょ、ちょっと距離ありますね、よいしょ。では行こうと思います。はい、暑いな、やっぱり止まってると。今までね、ずっとね、ワークマンの薄手のレインウェアっていうかね、を、これどっちかな？あ、違う、こっちや。ちょっとね、全然わからないですよね、道が。これどうなってんのかな？それで交換抜けていくんか。あ、そういうことね。はい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 。ワークマンの薄手のね、レインウェアみたいなのを夏場でも、もう雨降ってもね、着替えのめんどくさいんで、それでずっとね、走ったりしてたんですけど、さすがにちょっと限界を感じて、メッシュのね、そんなに高くないっていうか、まあ言っても1万くらいしますけど、メッシュウェアをねちょっと買ってみました。コミネのやつがね、やっぱりかし、いけへんの、わりかし安くてコンビニのやつがあったので、それにね、してみました。次またすぐ右かで、メッシュウェアはね、僕はエアバッグついたやつ持ってたんですけど、まあ、その持ってたというか今もあるんですけど、それはちょっとね重たいんですよね。
だから本当に高速バンバン使って行くときはね、そのエアバッグついてるのを一応これねエアバッグ用のやつもつけてるんですけど、まあ基本下道で行くときはもう今もう着てるね小峰のメッシュウェアでいいかなと思って、でついでっていうかメッシュパンツも買ってみたんですよね。で感想としてはメッシュウェアはめっちゃ涼しいですね。走ってたら本当に風がすり抜けていく感じ でメッシュパンツの方はね、まあどうなんだろうまあ思ってたより涼しくない、まあ、涼しいやつもあるのかもわかんないですけど、思ってたより涼しくないですねメッシュパンツはね。まあでもなんていうか今までのやつはね本当になんていうか湿気を全然熱を逃がしてくれないんで、だからそれから比べたらそれは涼しいですけどね。はい、まあよいしょ。でこっからは多分湖岸沿いの道路を行くんですけど、これまた混んでるのかな、暑いな、シールだけを。梅雨の合間ですけど、もうちょっと曇ってくれてもよかったな。雨降るのは嫌ですけど、暑いな。もうちょっとずっと走れたらいいんですけどね。最初は奈良のまた十津川村っていうとこあたりね、最初どうかなって言ってたんですけど、天気がやっぱりどうしてもね雨の日が多くて、今日もね多分こっちは晴れてるんですけどね、向こうはね天気予報で見たら雨がちょっと降りそうな感じだったんで、まあ結局このね滋賀の方に来てよかったんだと思うんですけど、まあ、予想通りやっぱりね、こう交通量も多いし信号も多いし暑いですよ。よいしょ。ピーピーなってるのねこれね、うるさいんですけどね、まあ指示器の切り忘れはねなくなりますよね。ちょっと恥ずかしい感じはしますけど、音がねまあ目立つからいいんでしょうね。暑いな。まあとりあえずちょっとぼちぼち走っていこうと思います。ではでは。はいどうも。今湖岸道路をずっと走ってるんですけど、やっとね渋滞とかもちょっと抜けて、なんか気持ちよくこう流して走れるようになりましたね。このくらいで流れて走ってくれるとねすごく気持ちいいですね。ヘルメットもなんていうかねエアのインテークっていうかこうダクトっていうかを1個ね余分につけたんですよ。水抜き穴かな、ヘルメット製造の時にどうしても固定するので必要な穴みたいなのがてっぺんにあるんですけど、そこにねダクトをちょっとね追加でつけてみたんですけど、つけたらねやっぱり涼しいんですよね。風が入ってきて、もっと早くつけとけばよかったなと思って、はい、通勤時とかはね結構渋滞が多いんで、まああまり活躍、走ってくれないと結局はね風入ってこないですからね活躍してくれませんけど、こういう風な感じでねこう流して夏場走れるところはねいいですよね。またそうですね、やっぱ僕奈良の山の方が好きですね、まあ、こういう道路もいいんですけど涼しいですよねやっぱりねまあそんな言ってたら山道しか行けなくなっちゃうんですけど、もうね、まあ、平地の街中の道路ってやっぱ信号が多いんでね止まると暑いって。はい、まあそんな感じで、とりあえずまあまだあと
20キロくらいあるのかな。まあまだもうちょっとありますけど、ぼちぼち走っていこうと思いますけどね。あーでも気持ちいいなと言ってたら赤信号。よいしょ。よっ。やっぱり止まるときにちょっとふらつくのかな、重いと。低速でちょっとフラフラっとなっちゃうときは、まあ僕が下手くそなだけだと思うんですけど。うん。荷物のね、この、まあ、背中に当たる感じはね、まあそこまでね、窮屈でもないんで、積載の感じとしてはいい感じになってたと思うんですよ。いい感じ詰めたと思うんですよね。荷物がね、ずれ込んできて、こう背中っていうか、運転、この座席のとこを占領してくるような感じにはなってないですね。かなりしっかりと、ベルトで締めたんでね。このデイトナのバッグ、また別にちょっと細かくご紹介もしようと思うんですけど、まあ、ご紹介といっても単なバッグなんでね、説明できるとこなんかそんな限られてるんですけど。ズレ防止のね、なんていうんですか、スーパースポーツ的なやつとか、こう、後ろのリアのこうシート、ちっちゃいシートありますよね。ああいうシートにつける用の、なんていうの、その、固定ベルトみたいなのがあるんですよね。バッグの底のところについてて、で、そのシート自体に、ふっとかませば、こう、ブレーキとか踏んだときに前にね、荷物が、ずれてこないっていうね、やつがあるんですけど、Vストロームみたいな、この、やっぱりネイキッドっていうか、こう、アドベンチャーっていうか、こういうバイクのシートにはちょっとつけれないような感じがしますね。僕のはちょっと V ストロームちょっと難しそうでしたね。しかも大量に荷物積んだ後に、そのシートを、シートにつけようと思うと、そのベルトでね、バッグの下のベルトを座席のとこに入れ込もうとすると、ちょっとね、無理があるんですよ。うん、でもどっちにしても V ストロームの、座席は横幅がありすぎてちょっと入りそうになかったですね。朝ちょっとなんとかかませないか頑張ってみたんですけど、ちょっとねしんどかったです。だけど、そのベルト以外にも、バッグの底面のところが全部こうずれ防止の、素材になってて、でさらにプラスアルファでね、100均で買った、荷物の締め付けるベルトを、長いベルトを100均で売ってるんですけどね、それでこう前にずれてこないように、さらに固定をしましたんでね、かなりこう、なんていうかな、そう、前にずれてくる感じはもう全くないですね。このデイトナのバッグはね、買ってよかったなと思いましたね。ちょうどジミの、パニアありますよね、サイドパニア両側。あの上に、こう、なんだよ、バッグの拡張機能っていうのがあって、横がボコッとこう、ちょっと容量アップできるタイプなんですけど、その全部ね、全開の状態、容量アップさせた状態でやると、ジビのサイドパニアの上にちょこんって乗って、まあ蓋が開かなくなっちゃうんですけどね。だから重量も均等にこう、なんていうかな、バイクに乗っかってるような感じにはなってくれてると思うんで、安定してる感じがしますし、でそのデイトナのバッグつけた状態でもリアシートに一応ね、ジビのトップボックスの方はね、蓋が開くんですよ、なんとか。だからよく使うもの、走行中によく使うものをトップボックスの中に入れて、
まあ、サイドパニアの方はもうキャンプ用品、もう現地ついて荷開けしてから使うようなものを一応入れるように、しました。まあ、キャンプ自体ね、僕バイクで行くのは初めてなんですけど、そこそこね、綺麗な感じで水見ができたようなように思ってます。ただなんて言うんですか、もともとの荷物が適切な荷物を持っていけてるかどうかは微妙なとこですね。まだまだこう削れる余地がありそうな気はしてますね。ちょっと無駄に荷物を入れすぎてるかもわかんないです。できる、まあ、車で行くときはもう本当に何も考えずに、まあ、キャンプ用品をこう入れてる箱みたいなのがあって、それを丸々こうボコ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 車に積んで持って行ってたんですけど、さすがにね、こう荷物を厳選しないとちょっとねしんどいですからね。はい、じゃあまあとりあえずまたちょっと近づいたらね、また撮影していきます。ではでは。はい、ずっとね北上してきてますけど、湖のところになんか鳥居が立ってますね。琵琶湖に1個ね、なんかこういう鳥居が立ってるとこを知ってるんですけど、何個もあるのかな、何箇所も。いっぱいジェットスキー的なやつがたむろしてますね。まあポイントなんでしょうね。カヌーみたいなやつとか。カヌー部隊が多いですね。ここの神社でしょうね。琵琶湖の、あれは、北東の方にもなんかね、神社、なんかドローンの関係でね、なんか飛ばせないかなっていうか、だから飛ばしたらあかんってなってたんかな、なんかそういう記事で見たのか、なんかドローンの関係でそういうのを見たことがあるんですけど、こんなん西側のとこにもね、そういう同じようなとこがあるのは初めて知りましたね。二車線の道路になって、なんかこう走りやすくなりましたけど、もうちょっとなのかな。あー、このくらいで走れたら気持ちいいですね。だいたいね、あれですよ、回転数が下がって60キロくらいで4000回転くらいになってるんで、6速で、音も静かで、乗りやすいですよ。で、今日70キロのところもあったんで、70キロのところで見てみてもね、そんな5000くらいだったかな。なんかもう振動が来るまでのとこである程度走れちゃうんでね。完全な高速道路で100キロでとかはね、まだ試したことないですけど、このフロントスプレッケットね、16兆に変えてから。こっちでいいかな。多分こっちやな。補修道路っていうんですか、こっちで合ってるのかな。うわ、なんか不安やな。降ろされんちゃうマジで。いや、ナビ的にはでもなんか明らかに降りていってるような気がするんですけど、マジでマジで？また間違えた？
いや一緒か、乗れるか。結局右行っといた方が良かったんですね。しまった。まあまあこういうこともありますよ。ナビがあってもこんなことが。ガリバー旅行村、あ、なんか建物とか小さいジオラメみたいなのがあるとこかな。昔なんか行ったことがあるような。やってる期間が限られてるんですね。4月1日から11月30日でね。年中やってても良さそうなもんですけど。はい、降りてしまったんですけど、また乗ります。はあ、快晴だな、気持ちいいな。これ畑がいっぱいあるとこ走ってると気分いいですよね。そういうとこ走りたいな。入れてよ。後ろのトラックいやらしいな。ちょっと入れてくれたらいいのにね。合図出して。この黒い車の前でも別に加速したらいけたけど。あ、道の駅の標識、看板が出てきましたよ。あれかな？あ、ゴールっぽいですね。あ、これこれ、あと2キロ。東樹の里でみたいですね。藤木の里とか言ってましたけど、東樹の里。ここですよ。若干トイレ行きたくなってきたな。トイレ行こうかな。いやー、でもバイクの人多いとなんか手振ったり挨拶したりするのいいですね。なんか本当に寂しくない平日のツーリングはツーリングでいいんですけどね。道も空いてるし、なんか淡々と孤独に走っていくっていう、その孤独感が結構好きだったりはしますけど、あまりにも誰も会わなくて、特に山道なんかは怖い時ありますけどね。対向車もいてないし、誰もいてない、なんか淡々と走るみたいな。嫌いじゃないですけど、まあたまにはこういうのもいいですね。土日でね、道はちょっと混んでますけどツーリングの人いっぱいみたいな。おお、どこだろう、ここら辺、これ右かな、右曲がるのかな。ちょっとこれ案内があんまり出てない。あ、向こうに標識あるか、もう一個向こうかな。最後のとこ分かりやすくしてほしいな、もうちょっと。一応見えてるかな、この向こう側に看板がね、一応あるんで。平和堂、滋賀は平和、滋賀に入ってから平和堂っていうスーパーが多いですね。平和堂っていうのはここら辺が地元なんですかね。まあ、あの鳩のマークのやつ大阪でも見たことがあるな。あんまり数はないと思うけど、堺の方とかなんか南の方で見た記憶があるな。ここかな、ここ曲がるのかな。あ、これやな、多分。
よいしょ。あ、バイク湧いてますね。暑い。止まってたら暑い。あと、お尻が痛くなってきた。若干。今回ね、メッシュパンツのとこにもクッション入ってるはずなんですけど、薄いけど。それでも痛い、ちょっと。まあ言っても V ストロームね、お尻痛くならない方ですけどね。これは体重が重たいからということもあると思いますけど。暑いな。もう変わるな。じゃあね、とりあえず行こうと思います。あれ、開けてたのにさっき。よっ、やっぱ人が多いな、本当に。平日だと全然道の駅って閑散としてる感じですけど、やっぱり土日はね、多いですよね。動画。さあ、ちょっと。どこかな。ああ、すいません。ありました。よいしょ。はい、 OK です。とりあえずちょっとトイレ行こうかな。よし、とりあえず、スタンプはゲットできたんで、トイレに行こうかな。まあ、ローソンもあるし、トイレ向こうか。ではでは、とりあえずトイレ行ってきます。はい、今ね、とりあえず、何だったかな、東寺か、東寺の里か、っていう道の駅、を出発しました。次はね、新朝日風車村っていうところ、これはね、すぐ近くなんですよ。そんなに遠くないので。そこへ行きたいと思います。とりあえずそこへ行ったら、今日の道の駅行くのはもう終わりということに予定はしてまったんですけどね。もう一個くらい行けそうですね、なんかね。それかもう別に明日もね、ちょっとね、もしやれたら回ろうかなと思ってたんで、元気があればですけどね。まあ明日に回してもいいかもわかんないですね。まあスーパーで食材の買い出しなどはしないといけないので、その時間もあるんでね。今10時19分。
でさっきも言いましたように12時が、12時からチェックインができるんで、まあもう本当は12時くらいにもうすぐに入って、用意をしていきたいなとは思ってるんですけどね。できるだけ早く用意してゆっくりしたいなと思ってね。はい、詰まってしまいましたね。よいしょ。ヘイワード。なんか最後ね、キャンプ場の一番最寄りのスーパー、まあ、いろいろ見てたらそこもヘイワードっていうのがあったんで、そこに寄ろうかなと思ったんですけどね。